クラシックのポルシェの乗り味っていうのをね、ちょっと乗り比べてみたいと思います。なるほど。シートベルト見てくださいよこれ。何これ。本当だ。どういうこと。飛んでますよ。お、はい、ということで来ましたけど、はい、ポルシェの前にやってまいりました。乗っちゃうの。これからいろいろね、乗っていきたいと思います。6台かな。はい、まあ全部映像使われるかわかんないですけど、はい、クラシックなポルシェの乗り味っていうのをね、ちょっと乗り比べてみたいと思います。なるほど。ちなみに僕は運転NG出ましたので一応ヘルメットの持ち方だけでも一流にしようと思って。いや、しっかりやってますよこれ、はい、ヘルメットは命の次に大事なものって言われてますから。そうですよね。本当にこういう持ち方をするんだよね。そうこんな格好つけてますけど助手席に乗りますよじゃあ楽しんで。はい、はい、乗りたいと思います。来た来た。いやー、行った。あ、そうなんですよ。なるほどね、ここを気をつけないといけない。そうです。低いんで964っていうポルシェの車に乗ってます。はい、964っていうこの涙目のねタイプのポルシェはたまに走ってますもん、ね、で割とまだ新しいくらいの今日のクラシックカーの車、うんうんうん、左半ですよ。お、またこれ先導してくれてるのが我々のポルシェですよ。そうなんですよね。なんかいろいろあってね。あ、これブレーキが結構あれっすね。あ、結構踏まないと引かない感じのタイプ。うん、今日はこのクラシックポルシェの走行会はヨーロッパの峠を流すイメージで走ってくださいっていう感じで。あ、そういうことも指示されるんですね。指示されましたね。ガッチガチにこう、うん、バリバリに走り抜くっていう感じじゃなくて、はい、気持ちよく走ろうねっていう、まあ、今まさに気持ちよく。なるほど。速度も今50キロぐらいで走ってますけど、はい、でもやっぱヘルメットっていうのはつけないとダメなんだね。やっぱりそれはね、はい、サーキットのルール。サーキットのルールなんだ。今日はちゃんとここはね、安全を重視して、はいはいはい、こちらの主催さんがやってくれてます。ヘルメットもね。あ、すごい。あ、レスポンス、すごい。レスポンスがすごくいいですね。あ、はあはあ、すげえ。パドルシフトはないんだな。すごい。でさっき前走ってるやつ乗ってきたからちょっとやっぱそれだけでちょっとなんか乗り味が違います。あ、音も変速のスピードも全然違います。同じオートマだけど1.2 の方はブーンブーンブーンっていけるんですけど、うん、こっちはなんかこの程度の、加速だとブーンブーンみたいななんか変速、うん、ゆっくり繋いでいく感じ。なるほど。我々のポルシェをお貸ししてる段階ですけど、あれガソリン代とかちゃんとくれるんですか。確かにですね。僕そこは気になるところなんですけど。次はね、964RS っていう1992年の911、うん、もう数字だらけですよね。そうね、1992年の911。そう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 。なるほど。一般的に皆さんが思われる、あ、古いポルシェだっていう見た目のやつですね。本当ヘルメットかぶってる規約君のこの頬肉のね、上がり方すごい。ムチムチだから ね。お、マニュアル車なんですよ。あー、なるほど。しかも左ハンドルのマニュアル車って俺ちょっと待って、初めてなんだけど。もうすごいよこれ。そうかそうか、右でね。あー、もうやだ。右手でギアチェンジ。もうやだよこれ。全然違うよこれ。うわー、重たい。ハンドルが、ハンドル重。重たいですか。はい、すごいですこれ。力必要です。うん、びっくり。うわー、全然違います。うん、中村さんもなんか音違うとか分かりますよね。そうね、さっき乗ったけどちょっと違うね。うわ、うん、やば。これマニュアルむず。難しいですか。ケア君ですら難しいと思う。ちょ、重た。ちょっと待って、本当に重たいこれ。ハンドルが重たい。パワーがあるな。すごいね。運転が難しいっていうのは右ハンドルでもそう思うんですか。この車がもし右ハンドルだったとして。あ、右ハンのマニュアルだったらまだまだまだ大丈夫。それは慣れという。そう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 、左だから全部が、うん、本来は左手で操作するやつが全部右側になっちゃってるんですよ。でクラッチもペダルもね、うん、全部右寄りの、本当の右寄りになってるんですよ。ああ、はあ、はあ、だから、はあ、なんかもう怖い俺は今。なるほど。
配置自体はこのアクセル、ブレーキ、クラッチって同じなんですけど、すごいね。いやすごい、これうわ頭使う。なんかマニュアル初めて乗った時を思い出します、はい、おーなるほど。ちょっと反転してるというね。そうそうそう、反転してるっていう感じが、うん、めちゃくちゃこの頭を使っている感じ、うん、話に割り当てられる脳のその割合がかなり少なくなってる状態。さっきの1個目よりもスピードが出てますよね。そうです ね、確実に速くなってますね、うん、脳の制御が追いつかなくなりそうです、まあ、楽しい。でも、うん、911アイボリーついに来ました、初代。おお、いよいよ念願の、念願の。いい色ですね。ね、いい色だね。木目調が本当だね。すごい、あ、空も広い。あ、そう、今までのとやっぱ違う。全然違うですね。あ、視界がかなり狭かったんで。 あ、シートもふかふか。あ、ほんとすごい。シートベルト見てくださいよ、これ。何これ、ほんとだ。どういうこと、どうやんのこれ、はい、シートベルトつけますか。あ、ごめんなさい、中村さん、できます？シートベルト、シートベルト難しそうですね。これちょっと難しそうですね。以上です。あらららあ、なるほど、かけて引っ張る、はい、引っ張る。なるほど。結構お腹大丈夫だった？お腹アウトっすね。で、下パターンないので、左手前一足です。手前が、はい、手前、あ、奥でバックです。これでバックです、はい、なんで手前です。左の手前です。で、一足です。あ、ここが一足ですね、はい、そうです。左手前が一足です。あ、OK です。はい、はい、これ俺運転したいとか言い始めなくてよかったよ。いや、これは難しい。もう一足がここか、はあ、要は通常の車の二足の位置。なるほど。911彼らの初代です。なるほど、初代、初代です。うわ、すごい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 。これ、いや、ハンドルの、ハンドルよ。細い、でかい、細いし、でかいし。すごいね、これ。いや、むずっ。これさ、だって椅子もう座ってさ、ちょちょちょで説明受けてすぐ発進させられました、ね、こんな無理よ。よく皆さん対応してるね。いや、これ信じらんないわ。いや、びっくりの連続よ、俺は。もうこれこそ本当に人生と同じっすよね。あー、すごい。あー、ハンドルがやっぱり重たい。あー、けどさっきよりは軽い、でかいから。これね、あの、中村さん、このかなり貴重な経験です、これ。あの911の長い歴史の中での初代なんで、はい、そうか、初代多分ね、60年代ですね。でも、あ、60年代、60年代後半、うん、ビートルズらへん。あ、そう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 、これね、やばいって、これ。あー、うー、楽しい。やっぱね、もう内装がやっぱね、クラシックカーのね、うん、そうですね、木目、見てるだけで楽しいですよね。ほんとそう。うん、わー、これね、うん、面白い。あの、加速は今までの車で、はい、今まで乗ってきた3台の中で、4台かな、はい、一番、あの、まったり、まったり、うん、まったりしてる。そのドカンっていう、はい、パッてこう押し出す加速っていうのが、はい、あまりない車です。確かに、やっぱ歴史を感じます、それは。それって年代もあるんですか？もう昔だからあまり速いスピードが出せないとかって、そういうことではなく。そうですね、技術の進歩ですね。あー、やっぱそうなんですね。エンジンの技術の進歩とかで、やっぱりパワーっていうのが出てくるので。あー、面白っ。こんなに古いって言ったらあれだけど、うん、クラシックなポルシェを走行会でぶん回せる、うん、これは面白いですよ。シートベルトはね、つけてもらったんだけど、これがね、現代のと全然違うんだよね。全然違う。この急カーブの時に正直さ、はい、動くんですよね。動くんですよね。あ、そうなんですよ、うん、クラシックが別にいいんですよね、これで。当時発売された、そう、うん、そうそうそう、まんまでもうこれは走行で行ってみる。今スキー色になっちゃいましたよ。ああ、なんかペースがどんどん速いですよ。ああ、速い気がしますよね。そうだね、前の車に追いつくのか、うん、結構、ああ、なんかなんかね、音がするんだよ、さっき。何の音ですか？なんか動いてますよね。ああ、うん、する。な、後ろの音何なんだろう。前の車に追いつくのか、うん、結構、ああ、なんかなんかね、音がするんだよ、さっき。何の音ですか？なんか動いてますよね。ああ、ちょっと急ブレーキするんで構えてください。急ブレーキ、よし。おお、あ、でもこんな感じか。そっかそっか、意外とだ。思いっきり踏んでも今みたいな感じ。ああ、だからあんまり今の車よりは効かない感じ。なるほど。よく、やっぱよく言われるんですよ、古い車ってブレーキ効かない。ああ、
その通りでした。体がね、うん、支えられないんですよ。持ってかれちゃうんですよ、左右に。そうだね、だからシートベルトの緩さみたいなのもあってだよねそうそうそう、うん、僕酔ってますもんね。酔ってます、うん、大丈夫ですか、うん、あ酔ってるな。あらららら、黒田やった、やっときましたね、やっときました。フラットノーズ、フラットノーズめちゃくちゃ楽しみ。これ乗りたかったやつだ。これ乗りたいです、めっちゃかっこいい。これ行っちゃうぜうわかっこいい。じゃあ楽しんで。はい、フラットノーズの911で、普通ポルシェってこう出っ張ったヘッドライト丸いのがポンって出てるじゃないですか。です、ね、うん、当時アメリカだけかなで販売されていたフラットノーズって言って、ヘッドライトが通常は出てない状態。早いっすわ。これやっぱ同じこう911って名前ですけど、はい、なんか全然一個一個が速度が違うというか、うん、まさにこれはしかもターボついてるんで、うん、すごいっすわこれ。ハンドルはそこまで重たくない。ハンドル重たくないですね。なんか知んないけど全然違う。全然違う。全然違う。本当に軽い。すげえ。あ、着いた。おー、かっこいい。はい、もう一回やって。もう一回いきます。おいきます。おわー、気持ちいい。いや、自分で動かせるの素晴らしいね。ね、いいねこれ。車内からもこれが確認できるのが楽しいですね、うん、そう、楽しいんですよね。車幅感覚も非常につかみやすくなる。あ、本当だね。そうか、すごくいいんですよ、リトラクタルブルって。これ4速までしかないですね。4速ってあんまないですよ、うん、そんな。お、あ、速っ。ますよ。お、速い。なるほど、めちゃくちゃ速いっす、うん、なんか助手席乗ってても分かるんだけど、だから今日5個乗ったのか。5台も乗りました。運転しやすそうだねこれはね。これ運転しやすいですね、うん、そのハンドルの重さも全くないし、うん、言っちゃう通常の、うん、普通の感じ、うん、買うならこれっすわ。あ、やっぱそうか、うん、オールドなクラシックポルシェ買うなら俺これだわ、うん、いくらなんだろうこれ。でもこんなの簡単に買えるもんなんですか、他に持ってたとして。弾がないと思います、やっぱり。そうだよね、やっぱね、売ってないと思うんですよ、うん、これはきついよ、確かに、ね、いや、楽しい。めっちゃサーキットって感じですね。いやー、いろいろ乗らせていただきましたけどどうでした？いや、もう本当に楽しかったけど疲れましたね。疲れるんだね、ああやって運転することがね。ハンドルがね、毎回言ってたけど重たくて、重たくてね、うん、汗だく、ここら辺。4度とは思えない。4度俺もさ、もうこんな立ち入れ替わり立ち替わりね、着いたらもうすぐさ、降りて、もう次ですみたいに言われてさ俺もう分かんないからさ、まず降りれないのよねもうさ、引き、なんていうの、そう、あの、いろんな車によってね、そう、ドア開け方が違ってくるんですよね、うん、そう、今日はね、本当俺が病気になるべきだったよねもみくんが来てね楽しんでレビューするべきです。え、自虐的なこと言う。いやいや、高山さんも楽しかったね。いや、楽しかった、楽しかったです。こんなね、乗り車でできるとは思わなかったですよということで、今日の動画いいねと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。概要欄からいろんな動画見れるのでチェックしてください。 SNS のフォローもお願いします。はい、ということでまたバイバーイ。バイバイ。じゃあ行きますか。よし、超緊張ダメダメダメ本当に助手席マジでダメ。容赦しないからあのバカが容赦しないの